ミルアカ休み時間ラジオ、まあ井上です。ノーミルク佐藤です。メリークリスマスね。いや本当に食べられそうになるぐらいね売ってましたけどもね。あのコンビニで売ってるあの甘くやったってあのチキン骨付きのやつ、あれもう年中売ってくんないかな。あ美味しくないあれ。あの浮かれた感じの手元がついてるね、あのシャワシャワの。いやそうですよね、あれダイエットにもいいでしょ多分。ダイエット、いやいやいや、サラダチキンより美味しいしさ。まあ確かにそうだな、加工してないからあれ美味しい、美味しいってこと。いやーそうな、あれ使ってくんないかなと思っちゃうんだよね。今日あたりまで、今日25日だけど今日あたりまで売ってますけどね。そうですね、あの甘いのもいいですしね。甘いがダメかあれ、ダイエットよくないかあれ。なんかあれ常に売ってるとこ知ってる人教えてくださいあれ、あの、ね、お願いします。はい、ということで、はい、まあ、クリスマスね、うん、動きましたね、いろいろニュース、あの遺跡見ましたけどさ、なんかね、各所ほんといろんな遺跡があったなと思って、今日はそこら辺をねちょっといろいろくっちゃべっていきたいなと思うんですけど、はい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 、完全になりましたとかね、そういうお知らせが、そうですね、はいはいはい、いっぱいありました、うんうん、まあ、まずあったので言ったら、はいはい、長谷川達也さんね、まず長谷達さん、まあ、伊坂善員さんと共にですけど、はい、まあ、川崎から横浜 FC へと、うん、まあ、行くことになって、うん、まあ、ただ実質ちょっと思うのが、うん、瀬古くんと、うん、瀬古くんね、瀬古くんと瀬古くんと長谷達くんはちょっとトレードなんじゃないかなって、ほぼ、あーなるほど、うん、そんな感じが感じられるというか、どちらも良い選手ですからね。そうですね、というか J1 でも無双できるレベルの、はい、ドリ超スーパードリブラー長谷川達也が J2 に降り立つってのは、そうすよ、大変なことが起こるなってのよ。そんな横浜 FC から、はいはい、あれですよ、ウインガー玉突き遺跡が起こってますね、うん、ウインガー玉突き遺跡、松尾くんが、ま、ちょっと面白いなその言い方、笑っちゃうな。うん、浦和の方に、そうなんでしょう、ことになったと、なんかあの私の表現です、牛若系アタッカー増えましたね、浦和ね、あるね、小泉関根 ね、松尾か ね、 ね、ぴったりじゃない、本当だ、ね、あのだから、ね、でしかも浦和一気に出たんですよね、マーさん、その後ろ弁慶ことね酒井宏樹が追い越していく、あのあのカットがアングル好きなんです私ね、わかーって言いながら、わかー。ね、あの浦和がいっぱい出て、はい、あの鳥栖から大畑くんサイドバック、はい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 、そしてあとはワンちゃん、ワンちゃん、うん、ワンちゃん、鹿島入って、はい、あと、まね、ワンちゃんどこ行くんですか、え、あの鹿島から浦和、あ、浦和決定、ほー、そうですか、あとこの動画出てる子にはもうリリース出てるかもしれないけど、はいはいはい、あの琉球の知念さんも多分、はい、あの浦和っていう感じになるので、センターバックすごい取りましたね、一気に、へえ、ね、そうなんです、なんかしかも個性派をね、そうなんですよ、ね、まあ、ちょっと別動画でも話しましたけど、はいはい、キャラ立ちてる人をいっぱい、そうなんですよ、これで大畑くん取ったことによって、はい、あのいわゆる右肩上がりも左肩上がりも両方ともできるようになったんですね、やだやだやだ、浦和はすごいね、すごいよ、これはやばいことになったなと思いますし、で関根くんとあとは松尾くんがいれば、なんで関根くんだけちゃんと言えるんですか。移籍した人だけちょっとおかしくなってんだ、いやいやそんなことないと思うんですよね、アクセントがね、あの右のウイングバックとか左ウイングバックとかっていうことの対応も、はいはいはい、広木大畑、はい、あと関根松尾のところはできるかなというのがありますので、はいはいはい、これはやっぱ面白いなっていうところがありますよ ね、うんね、うんうん、でもね、うん、松尾くんが入ったってことはよ。はい、まあ、正直2列目がだから誰か出るっていう考えもあるわけですよね、そうだよね、結構増えてきてるね、うん、はい、そしたら一、うん、人移籍なんですって浦和から、うん、ゆるきくん、あ、そう、ゆるき高野選手がどこ行っちゃうの、山形、うん、うん、山形は山田浩太選手がねやっぱ残留してくれたのであれなんですけど、戻んの、ビッセルよ、あ、へえー、あ、そう、うん、へえ、あ、思えばほら札幌からね、はい、あの金子拓郎選手を取ろうとしたけど取れなかったってところがあるので、そこの代替4人探してたところがゆるきくんに、まあ、ハマったんだろうなって感じです、あ、神戸としてはってこと、そう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 、そうかそうか、これもまたね、でもやっぱね今年の動くね、そうですよね、はい、でもこれで浦和からね2枚取りになりましたから、うん、神戸としては、うんうんうん、これちょっといいですね、牧野からゆるきみたいなところ、そうだね、神戸なんかうまいなと思うのが、うん、扇原選手取ったじゃないですか、取った、取った、
これもでもほら大木原山口蛍っていう連携性があるじゃないですか。いやそうですよね。えだし牧野蛍豪徳武藤大迫はねやっぱ2000何回目か2018の、ロシアワールドカップ組ですから豪華ですよね。そう、そもそも各種いろんな連携があるってところが、いやそうよそうよ、これ面白い感じになってんなーってのがね、うんうん、なんかゲームで集めたメンバーみたいになってきましたね、うん、そんな感じになってますよね。 J リーグ好きがマスターリーグで結構ねなんか楽しく集めたみたいなチームになってきてますよね。いや確かにそんな感じになってるよね。そんなところでよ、はい、ちょっとここから J2 なんかも含めていこうと思いますけど、はいはい、私びっくりした遺跡あったんだ急に黙っちゃった、黙っちゃったの。栃木に、うんうん、あの豊田洋平選手が出てったと思った栃木に、はいはい、誰入った？今日センターバックが誰入った？アビスパ福岡の、うんうんうん、カルロス・グティエレスさんが入ることになりまして、見た、そうだそうだ、いや屈強っていう、うん、やったぜ、これはやりましたね。ちょっと待ってください。はい、柳選手は大丈夫なんでしょうね。わかりませんね、正直ね。ちょっと怖いですね。グティエレスさんとか取ったってことはってことですかね、先生。まあ否定はできないですよね。いや、今後大丈夫、キャプテンなんだから。キャプテンマークなんだから。キャプテンマークは大丈夫。キャプテンマークに鎖を、ね、縛っておきたいね。宇都宮駅に繋いでおきたい。ね。そうか、心配だな。あ、そうよね。ちょっとね。そうなのか。インドが先に発表されてね、わー揃ったみたいなしたらね、アウトもあんのかなと思っちゃうんだけどね。そうなんですよね、うん、なかなかちょっと黒崎選手がね、でも完全になって ね戻ってきてくれる、うん、ちゃんと戻ってきてくれる感じにもなりますから、まあ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 良かったなっていうのはありますよね。そうですね、そうですね、うん、あとはそうだな、はい、違うところで言うと、あ、こんなのありましたね、ちょっとこれびっくりというか、はい、うん、あれなんですよ、うん、あれだ、富山から水戸に移籍される方が一人いるということで、どれいや、これはすごい移籍だなと思いました。音泉翔馬、おお、水戸に行く、うん、これあのやっぱね、我々からしたらやっぱ宮崎、ね、うん、はい、梅田選手なんかもそうなんですけど、うん、あの思えば音泉選手って、はい、YS から富山から水戸になるんですけど、そうですね、思い出してほしいのが皆さん YS の前なんですよね。 YS の前東京23なんですよね。あー、そうなんだね、うん、あららら、そっか、だから地域リーグから J2 までたどり着いたぞっていう。おー、すげー。で、水戸はあれなんですよね、うん、あの要は G1 にこう悪い持っていけるような戦力を、まあ、いろいろスカウティングでこう探してくるっていうのが J3 からあるから、うん、はいはい、だから水戸のスタッフの皆さん的には、まあ、梅田選手とかもそうですけど、うん、音泉選手も J1 やっぱりいけると判断しての獲得でしょうから、これはすげえなーって思いましたね。梅ちゃんのね、うん、そうなんですよ、見れるかもわかんないってことですね。そうなんですよ。あとそういえばあれなんですよね、はいはい、あの同じくその J3 カラーみたいなところで言うと、うんうん、今治の右サイドバックの原田選手、はいはい、が今ちょっと移籍の噂があるんですよ。そうなんだ。なんと2階級特進ですよ。J1 行きます。どうやら、うん、トス。ほう、なるほど、面白いなと思っていて。ほうそう今年は七瀬選手のとこ、そうですね、あの要は E の選手しかできなかった、はいはいはい、そうかそう、まあ、あの途中交代とかで、まあね、守備固めとかでやった人がいるけど、ね、前も後ろもできたよね、確かね。そうなんです、だからちょっと特殊なチームなので、トスの右ってのは、はいはいはい、いや右ウイングと右サイドハーフと右サイドバックできなきゃいけないから。なるほどね。原田選手目つけたの、これ僕ここに音泉選手じゃないかなともともと思ってたんですけど。ああ、なるほどね、合ってんなと思って。あ、そういう市場があるわけだ。そうなんですね。個性を見出されてってことだね。そうそうはあ、はあはあ。ただあともう一人僕そこ、このお弁当にはこの種類のお豆が合うぞってことでしょ。うん、そうなんですよ。そういうことでしょ。ねえ。あの、はいはい、すごいいい選手だったとしてもさ、ね、そこにハマるかどうかってやっぱ難しいので。ね、すっごいハマってればカテゴリー関係ないわけだもんね。これね。そうなんですよ。はいはい、ちょっと面白いなと思うのが僕あって、はい、他にもそのポジションって岸本武選手、徳島の、はい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 、合うなとか思ってたんですけど、うんうん、そんな岸本選手は、うん、トスではなく、うん、清水入りが決定しました。そうなのね。うん、だから彼もあの右のサイドハーフ、ウイングバック、サイドバック、ウインガーできる選手ですから、うん、ちょっと来年どこのポジションをやるかも楽しみだな。
なんてのがあるんですよ、ね、動いてきたね、動いてきたね、いっぱい動いてますね。そうですかね。でもね、ここからちょうどね、我々今日これ12月の25日、うん、2時過ぎに撮ってますけど、うん、つい先ほどね、まあ、さん、うんうん、あの南葛さんが、はい、そうなんですよね、うん、関東一部への昇格を決めました、うん、おめでとうございます、で、あとちょうど今同じ時間、まだ決まってないけどインカレなんかもやってるんですよ、うん、あの決勝かな、はいはい、そう、駒沢対阪南大ですけど、で、あと残り、あとね、もう今週っていうかこれからの選手権が始まるっていうのもあるんで、そうだ、今ダゾーンもね、すごいあの選手権特集やってますよね。まあそうですよね。ヤング大迫とか見れるんですよ、今。ね。そうなんです。ヤング大久保とか。そうなんです、ね。すげえんだから。はい、だからそこら辺を、うん、がある意味こうスタートしたりだとか終わったりだとかすると、はいはいはい、まあ、各チームまたいろいろ動き出しもあるでしょうから、うんうん、まあ、またね、この南葛さんが誰か、今度ね、関東一部ってことは J3 ぐらいのね、選手取りに行くってケースもあるでしょうし、JFL を目指す戦いがね1年間始まるわけですから。そうなんですよ、うん、で実際あと今は岩木さんとか、あとグルージャさん、熊本さんなんかもね、うん、それぞれこう J3、J2 ってところで今動いてらっしゃるのがあるので、はいはいはい、これはまあ年始ぐらいにかけていろいろあんなーなんてことはすごく感じられるようなところがあります。なるほど、はい、ほどなるほどなるでございました、ね、そうですか。ここ坂どこ強いんですか、はい、山田、山田。サッカーやっぱり山田でしょうね、一番ね。矢板強いでしょ。矢板も強いけど、うん、やっぱ山田と静学が、あと神村学園あたりが、そうだね、いいかなと思いますね。なるほどですね。やっぱそのあたりが決勝。うん、まあ、ただまあ、だからトップ5、まあ8ぐらいか、には確実に入ってくるんじゃないかなと思いますね。歌は何の歌なの？ちょっとごめんなさい、そこまでは僕分からなくて。あれまだ聞いてませんね、なんかテレビ見てないね。そうなんね、女の子は見たけどね、なんか大人しそうな感じですけども ね、 ね、うん、歌は何だろうね、歌は何なんでしょう、ね、何なんだろう、これ再現できるはずもないんですけどね。そうですか。いやいや、またね、遺跡の話は本編もそうだし、こっちもそうだし、なんやかんやどっかで喋っていこうと思いますので、よろしくお願いしますと。のクリスマスプレゼントは何でしたか、コメント欄に書いてくださいね。よろしくお願いします。選手の残留ですとか、そういうことを書いてほしいわけですよ。そうだね。いや、はたまた、はたまた、うん、ってことです。はたまた、ね、そうだね、それぞれありますからね。マサもちなみに何だったんですか。渡す、渡す、うん、渡す、渡す、窓から入ってくる隙間風を止めるテープを買ったよね、自分に。贅沢しちゃったよね、ちょっと頑張ったから今年はね。もう届いたんですか。届いたよね。あ、よかったな。まだ貼ってないでしょ。え、まだ貼ってない、やっぱり。アマゾンって書いてあったからね、あれサンタさんじゃないね。うん、お金も減ってたしね、クレジットカードとか、ね、減ってた。自分から自分へ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また明日、良い年末をお過ごしください。明日ね、チャンネル登録してください。またね、じゃあね、さよなら。